こんにちは、綾乃です。えー、YouTube を見てくださって、どうもありがとうございます。えー、私は今、えー、瀬戸内海の小さな島に来ております。今日はね、なんかこう、ちょっと気温も高くて、風はね、強いんだけど、なんかこう、春っぽいですね。数日前の、あの、信じられないほど、あの、なんだっけ、水道が凍ってしまうようなね、水、朝水が出ないっていう、嘘みたいな暖かさです。えー、まだね、 あの夕焼け時になってくるまでもう少し時間かかりますけどだから、まあ、本当春みたいですねはい皆様はいかがお過ごしでしょうかえっ、ー、とちょっとねまあ、久しぶりにっていうかだらだらこう最近思うこととかこんなことがあ,るんですあ,ありましたみたいなことを、えー、宇宙的雑談としてね、えー、一本動画撮っていきたいと思うんですけど皆さんは 悩み事とか自分でこうどうしようかなと思っていたりとか今自分が抱えていることとかを人に相談するタイプですかそれとも言わずに、えー、自分だけでこう解決したりこうそれを内に秘めるタイプでしょうか、うん、もちろんケースバイケースだと思うしこのことは人には言うけどこれはやっぱり誰にも言わず今なんかこう自分で向き合いたいなとかねそういったこともあるとは思うんですけどうんと、 ついねえっ、ー、とつい昨日か、そう昨日ようん、あこんなこと言われたんだよ、えー、綾乃さんにはついなんだか話したくなっちゃう、つい話しちゃうんだって言うんですよね、でへーそうなんだって言って、はたと思ったときに、その言われた日の夜か、夜もまあ、そんなに親しくない、まあ,あの友達ていうかし知り合い、うん、知人っていうようなね一人にも、なんかふと。 打ち明け話は実はこんなことがあってねみたいなさ、うん、他の人のやつとあんまり言ってないんだけどみたいな感じで話をされてあそうなんだやっぱり私ってなんかこう話 つついつい話ししう何かかがあるのかしらと思ったんですよねで本人自分の自覚はほとんどないんですけどでも、まあ、さ例えばチャネリングのね個人セッションとかだと皆さんのね、えー、お話を、まあ、私を通してスピリットにが聞いてるわけですからいろんなねあのー、ことをきお聞きする立場にはあるんですけどなんか何つったらいいのかなどうぞ。 お話くださいっていうか、なんていうの、自ら聞きに行ったり、なん何でもあったら言ってねみたいな、なんか、うんなんか大変そうだけど、どうのこうのみたいな、こう自ら取りに行ったりするってことはない、だけど、うんなんかそうやって言われて振り返ると、まあ、自分事ですけど、うん、いろんな人に相談っていう、改めてね、受ける形じゃないの、うんちょっと相談あるから時間取ってもらえるっていうような形じゃないけど、ふと。 なんであのタイミングでとかさ、なんであの人がっていうような、なんとも言えない、こう不思議な感じで人の打ち明け話とか、うん、うあの自分の心にね、ある思いみたいなのを聞くことが多かったなと思います。そんで、そういうのを思い出したりとか、昨日そういうの言われたり、人の話を聞いたりしながら思ったのはさ、 やっっぱりね嬉しいいなって思います、うん、純粋に誰かにとってそういったものを受け止められるような立場で自分が存在できたことはすごく嬉しいし何だろう何か話してくれるそれをきとなんか共有できるというかさ別に問題解決しようとかさ全然ないし、うん、あの役に立てるとは思ってないんだけど。 だけど話を聞けるって何かその人とこう共有したり心を通わせる瞬間が自分はモテてるんだそれも人からもたらされてるんだと思ったらやっぱ嬉しいし何か、うん、心があったかくなりましたねうんそんなことをね最近ちょろっと感じましたねでまあ例えば、うん、なんかさ愚痴を言うなんてとかうん 誰かに弱みを見せるなんてとかさ、自分のことなのに相談する前にさ、人に話すなんてって、もしかしたらね、あるかもしれないですよね。一人でコツコツモクモクやる、モク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 とか。<laughs> イントネーションがやばいな。うん。やる人がさ、なんかこう、すごく自立していいんだ、みたいな風な風潮がないわけではないと思うからね。だけど、思うんだけどさ、それをさ、 人に話すことって話してもらった人は嬉しいなって思うんだなっていうこともちょっと頭の片隅にねあったらいいと思います。うんだから自分がさ抱えきれなくなってさ本当にもうどうしようもないんだっていうことを自己報告的に実はさもうっていうよりはそれかもう身動き取れないにっちもさっちもいかなくなって 助けてって誰か友達に話聞いてっていうよりも前にもう少しさラフな感じでそうやって、ね、自分の胸の内をねこう語れるような人とかそういった関係をね持っているってことは別に甘えじゃないし、うん、いいんじゃないかなと思いまして まあ、私なんかもさ、うん、と自分を振り返るとそうなんだけど誰かに何かを相談したりこれどう思うなんて感じで聞くときってもうすでに自分の中に答えあるんですよだからそう思いませんかうん例えばそれを誰かに相談した時にこう思うよとかって言われた時にもともともう自分がさ持ってることに OK を出したかったり自信を持ちたかったりさちょっと背中を押してほしいとかさそういう時 に相談したりすると思うんですよね。だからさ、例えばお友達とか家族とかさ、恋人に何かうち打ち明け話をされた時に絶対に正しい答えを自分なりにその人にしてあげなきゃいけないとかさうん。そんな風にね。思う必要ないと思うんですよ。<laughs> あやちゃんって聞こえました。今、娘が近所で遊んでる。あーい。<laughs> 大きい声で私の名前が今。 今ここに響き渡っておりますけど。<laughs> まあいいか、まあいいか。まあいいか、はい。<laughs> こんな風に親子ではしゃいでおります。はい。えー、何話してたっけ 忘れちゃったけど、あ、そう,そうそうそう、もうね、その人自身の問題だったりするから、何かそう、建設的なね、アドバイスしなきゃいけないとか、自分はそれを聞いて受け止めきれないよとか、そんな風に思わないで、共にそれを、そうなんだね、っていう風に話を聞くとか、その人は逆に自分の中に溜まってるのを吐き出すっていう、そういうところにね、そういう場を自分がいることで作れるんだったら、みたいな感じでね、うん、そんな感じの人間関係とかさ、 上司と部下でもいいしね。家族はもちろんでしょう親子とかさ。夫婦とか恋人とか。そんな風なね、リラックスした、うん、関係をね、作っていけたらいいかなーって思いますね。いかがですか結構ね、うーん悩みとかそういう自分の弱音、ね、口とか相談っていうのをしないっていう人多いんじゃないでしょうか。うん。まあ、しないはしないで別にいいと思うし。 私ね、私そうだな、ね、今ふと思ったんだけど、自分の話するかなぁと思って。うん、あんまりしないのかなぁ。自分の、なんていうんだろう、自覚としては、そこそここういうことがあって、こう思うんだけどって話したりするけど、例えばこんなことがあったかも、今思い出したのは、ねえねえ、こうこうこうだったのとかなんとかはあってそういうことって、 何か話を振られた時にいいのいいの私の話なんてみたいなさふうにしたことあるわってことはさあんまり進んで自分の話をするってことないのかなまあでもさ場を変え形を変え、まあ、なんていうのシチュエーションを変え私 YouTube でこんだけ自分の話ベラベラしゃべってますからねまあ、相対的に見たらあ総量っていうのかうん私も話してるのかもしれないですねうん かなあまあ、どっかでさ、こう、自分っていうものに対して、自分の感覚は自分としか共有できないみたいなところがあったからね、昔は。あんまり進んでどうこうっていうのはないですけど。子供たちの楽しそうな声が響き渡ってます。これマイクに入ってんのかなわかんないけど、大きい声でさ、畑の周りを走り回ってさ、すごいいいなって思いますね。うん。 あとねそうだ、えー、と雑談ついでにインスタ始めましたって言ってから、全くアップロードしてなくて、いつも気になってたんですよ、なんだろうなーって、なんかや,やろうと思った、あのー、始めてさ、フォロー,ォローしてくださってる方がいて、なんだろう、並んでやんないのかなと思いながらも、またね、人にね、えっ、ー、と、 こんな風にね、いろんな人にもっと知ってもらったらいいよって、スピリチュアルって全然特別なことじゃないじゃんって、綾乃ちゃんが言ってることって、うん、とすごく心に響くよって。たただ、うんと、そういった いわゆる心理学だったら心理学専門用語とかあるのと一緒で、スピリチュアルはスピリチュアルな用語だったり、スピリチュアル独特の考え方、見方みたいなものがあるから、そういうの、うん、に初めて触れた人にもっと,、うん、と分かりやすくね、伝えてみたらとかさ、きっといろんな私の話じゃなくて次元を超えたスピリットだったり、そういったエネルギー体、意識体っていうものが 私たち、私を通してね、伝えてるメッセージって、本当にいろんな人にもっともっと届いていく,行くはずだよって言われて、そうだなって思って、インスタ2つ、えっ、ー、と、なんて言うんだっけえ、アップロード更新しました。うん、これからね、えー、とちょこちょこ、短いメッセージだと思いますけど、アップしていきたいなって思いますので、えっ、ー、と、リンク、 リンク、インスタのリンクもね、概要欄に貼ってありますから、ご興味のある方は覗いてください。で、えー、皆さんのきっと <laughs>、フォロワーあの、そういった数、皆さんの存在、そういったエネルギーが、うん、私の、また、うんと、そういった動いていく、活動していく、その、支え、栄養だったり、エネルギーになっていきますので、よかったら、うん、ぜひフォローしてみてください。はい。じゃあ、久しぶりのね、ちょっと今日はいつもに増して緩めですけど、 雑談でした。最後まで見てくださって、どうもありがとうございます。